材木座海岸。はい、どうもこんばんは、 IFM のジンです。この場所、心霊情報としては東京からよく来る海水浴客が溺死したことによって全身びしょ濡れの霊に泳いでる時に襲われるといった噂があります。まあ昔からこの海岸そういう事故が多いというふうには聞いていますけれども、びしょ濡れの霊に出会ったことがないので今日はそれに出会えたらいいなと思います。では行きましょう。夜の海岸は何とも言えない不気味さというか、もう漆黒の闇なので海自体がちょっとね、気を払わなきゃいけないかもしれないですけど、まあ中に入って泳ぐわけではないのでそこは大丈夫かなと思います。なんならね、ちょっと海の生き物探しでもしちゃおうかなぐらいの気持ちでいます。それではこちら鳥フィールドですね、つけていきます。波の音がうるさいんでね、どこで鳴ったかは分かんないんで耳元で持って歩いていきます。ちょっと上がりましたね、数値。上がりましたね。すいません、今こちらにどなたかいらっしゃいますか？いらっしゃいましたら僕のこの左手触っていただけますか？ありがとうございます。今こちらにいらっしゃる感じですよね。よかったら僕とお話ししませんか？お話できる道具出しますね。はい、こちらスピリットボックスです。こんばんは。今この辺で誰かいるような気がしたんですけど、どなたかいらっしゃいますか？海の方にいらっしゃいますか？今どの辺にいらっしゃいますか？おかしいな、数値は拾ったんですけど声は入らないですね。引き続きつけた状態で歩いてみましょう。ちょっと反応はあるんですよね。おお、波打ち際の方が高いですね。今照らしてる方向にいらっしゃいますか？いらっしゃる感じですね。ただ姿が見えないのでお話もできないので何とも言えないんですが、もうちょっと先まで歩いてみますね。
なんかいる、なんかいる。なんだお前。カニだ。でっか。海辺を歩いてるカニって久々に見ましたけど。唐揚げにして食いたいですね。うお、いましたね今。これ巣穴なんだ。すげー。あ、じゃあこの穴全部カニの巣穴ってこと？すげー。動画が変わっちゃう。あー、いっぱいいっぱいおるじゃん。カニ釣りができそうですね。はい、動画の趣旨変わっちゃうんで。うわ、でっか、でかい、あいつでかいでかいでかい、でっけー、はえー。動画の趣旨と外れちゃうんでここまでにします。材木座海岸は何もないです。ではまた次の心霊スポット行きましょう。